毎日は燃えてに、はい、資金 TV の石金です。こんにちは、2022年7月25日の動画日記となります。はい、なんかちょっとわかんないですけども、こちら辺がなんかね、ぼやってなってる、かもしれないですけども、気にしないでください。はい、ということで25日は2つお話ししようと思います。1個目としては二日酔いですね。25日は今27日に撮ってるんですけども、25日は本当に前日の24日の夜、親戚の、いとこの家で夜遅くまで、日付変わるまで飲んでいてですね、その影響でですね二日酔いになってしまったのが25日でした。はい、本当に半日以上ですね、一回ね起きて朝ごはん食べたんですけども、やっぱりしんどくて、もうこれはダメだということで、午前中まるまるね、こう寝たりとかね、ちょっと家の中意味もなく歩き回ったりとか、何回もちょっとね吐いたりとかね、してしまったんですけども、そんな感じで、まあ、1時過ぎぐらいまでね、この二日酔いと格闘してですね、なんとか乗り越えたのが26日25日の一番のね印象的な出来事でした。本当にね、何度ね二日酔い、経験しても本当に慣れないというか、しんどい苦痛だなと思いますけどもね。はい、で二日酔いになってね、やっぱりなんかこう今フリーランスで、やらせていただいてるんですけども、なんかなかなかその会社で勤めてると、なかなかそのなんだろうな、平日に、二日酔いして、ね、休むとかはね多分いきなりはできないと思うんですけども、フリーランスだとね結構今自由にやらせていただいてるので、それが、ゆっくりのこう自分の体と相談して休むことができるんで、それがね本当に、こういう二日になった時にいつもフリーランスのいいところだなと、休めるのがいいのところだなと、思います。はい、そういうことで、はい、まあまあそもそもね、ちゃんと会社員で働いている方はね、二日酔いしないようにね、平日二日酔いしないようにとか気をつけたりとか、薬飲んだりとかね、対策を講じていると思うので、僕もちょっとそれを見習ってというかね、やっていきたいなとは思ってるんですけど、なかなかね毎回ねできないという感じです。はい、まあ、本当アルコールと水を1対1の割合でこう、アルコール例えばビール飲んだら一杯飲んだらお水一杯飲むとか、そういう感じでやればなんとかね二日酔いにならないっていうのを聞いたことあるんですけども、なかなかね実際にね、飲みの席というか、ご飯食べるとですね、やっぱテンションも上がっちゃってですね、嬉しくなっちゃって、なかなかそういうことはできないということがね、いつもねやってますけども、はい、いやー、はい、で2個目としては Wi-Fi の話で、 Wi-Fi が今月からね実家なんですけども、Wi-Fi 通ったんですね。通らせていただいてですね。早いですね。めちゃくちゃ。東京の家、に比べると本当にね、早いんだなっていうか、この YouTube にも撮ってる動画日記を、まあ、そんな東京で撮ってる動画と長さはそこまで変わらないはずなんですけども、こっちでね、上げたらですね、なんかその東京の家で上げた時はアップロード、最初アップロード中ってなってですね、それがね東京の家だと結構かかってですね、もうこういうぐらいのスピードで進んでいくんですけども、だから大体ねアップロード完了するまでに長い時はね本当に10分とか、かかるし、本当に長い時は30分とかねかかって全然進まないみたいな時があるんですけども、実家での Wi-Fi でやったらですね、なんか本当に東京の家はこういうスピードだとしたらですね、もうこんなスピードでバーンってこう終わってですね、あれもう終わったのかみたいな感じで、びっくりしました。はい、だからね、まあ、多分この家の Wi-Fi が早い、特別早いわけではないと思うんで、おそらくね東京の家の今住んでる東京の家の Wi-Fi がとにかく遅いんだなっていうことがこれで、この件でね分かりましたね。はい、それは何なのか、確かね元から入ってる Wi-Fi、 備え付けみたいな、備え付けというか感じですぐ使える Wi-Fi だった気がするんですけども、それのスペックが元から弱いのと、多分あとはなんかどうなんだ、東京だから いろんな人が使ってる、いっぱい使ってる人が多いとかね、それか同じマンションにめちゃくちゃ重い処理の、ことをね動画編集とかを
やってる人がいるとかね、わかんないですけども、そんないろんな、ことがあるのかなと思ってちょっとね、びっくりした出来事でした。実家の Wi-Fi が早くてびっくりしましたというしょうもないことだったんで、すけども、あのすごく、あと仕事でね、GRC って言って、なんだろう、Google の検索、自社のメディアの Google の検索、まあなんとかいっぱいね、何千ワードがあって、この検索ワードではこの自分たちの記事、この URL がヒットしていて何位でみたいな、そういうのね、 GRC っていう順位検索、順位チェックツールみたいなのがあってですね、それを毎週月曜日とかに回してるんですね、順位実行みたいな調査みたいな。でそれも東京の家だと本当に時間があって、本当にそれが、ね、めちゃくちゃ長くて3、4時間ぐらいかかるのかな、はい。なので、しかも、ね、だったんですけども、この家で実家の Wi-Fi であったらですね、本当にあっという間に、一瞬でねこちらも終わってですね、こんなことあるんだと思ってびっくりしたというのが25日でした。はい、以上です。はい、それではまたお会いしましょう。バイバイ。